てるいンチャンネル見ていただいてる方どうもありがとうございますさあ今日はですねまあ昨日ちょっと配信したんですけどあの病院行った時にねそこの先生が診察の時に「えー、この薬どうします飲みます飲みませんか?」「まあ飲まなかった心筋梗塞になるもならないもどうします?」「まあ私としてはどっちでもいいことですけど」って言った時に「え どっちでもいいですけど、先生が患者に向かって言う言葉みたいなことを、僕はことを荒げることもなく、大きな声出すこともなく、えー、落ち着いて、まあ、そのことを申したんや、ということを昨日配信したら、 まあ、いろんなコメントをいただきまして、えー、賛否ですよ。えー、ねえ、まあ、竹井さん、それは絶対言うべきですよ。そんな医者としては絶対言うとはダメですよ。えー、僕も、あの、事故で首、ね、むち打ちした時に病院行ったら、先生が保険金見えてですかとかって言われたことあるんですよ。すごく傷つきました。え、そんなことあったんかみたいなね。そんなもあったりとか、んで逆に、えー、P、ですよ。 えー、まあ、否定というか、お叱りのコメントもいただきました、竹井さん。それはダメですよ、とかね。えー、その中で、たくさんいただいた中で、えー、一つちょっと選ばさせていただいて、ちょっと読ませさせていただきます。この方は、坊主ですさん。病院の先生の発言も良くないと思いますが、竹井さん、クレームは行ってないって言ってますが、ムカついて言ってとんでもないことを先生に言ってますよ。 今は知名度がないですから問題にはならないと思いますが、もし知名度があったら大問題になると思います。前からよくブチギレましたって動画を上げてますが、どの動画もなんでそんな些細なことで毎回ブチギレてんだろうと思って、かなり不快に思ってました。 ずっと武井さんの動画を毎日見てて応援していますがもし自分がテレビで売れてたらという思いでムカついていてもクレームや問題を起こさないように練習してほしいですせっかくテレビで売れたとしても今のままではすでに大問題になって干されてしまうと思いますアルバイトの帰り道に思っていることを話しますの動画とかはすごく武井さんの人柄やいいところや弱いところなどが見れてとても共感できたりファンとしては嬉しい動画です ブチギレましたの動画の時の武井さんは表情や発言がすごく怖くなっています武井さんが面白いことを言ったとしてもまたブチギレたりしないだろうかとヒヤヒヤしてなかなか笑えないです武井さんがあ夢に向かって諦めずに挑戦している姿はとてもかっこいいし憧れます なので、もし夢が叶った時に自らの行動や発言でそれを捨てることになるという最悪な結果にならないように、今のうちに我慢の練習をしていきましょう。 今回の動画も医者の先生にこんなひどい言い方されたけどその場では何も言わずに我慢しました。皆さんはどう思いますかっていう動画だったら視聴者の人もそれは先生が良くないひどいっていう感想になってよく武井さん我慢しましたねってなると思います。ありのままの自分の動画を見せるのはいいですが自分の評価が下がるような動画はあまり良くないと思います。応援してますのでテレビで売れる夢のためにも我慢するところはして挑戦するところは積極的に行きましょう。 えー、長文でいただきましてねありがとうございます、えー、ごもっともだと思います、えー、まあ,あの本当にねまあ。 僕自身も公の場で出てる頃タレントとしてという立場の中から考えたらああこういうふうなことをするするべきかなとかえそういうことでまあそれで坊主でさんが言った武井さんがムカついて言ったとんでもないことを先生に言ってますよっていうのは俺がねもうその俺も言った言葉は何かしら先生ねって誰も尊敬しないですよとあなたいい大学でね頭いいと思うんですが。 でも今のなんか感じだったらなんかアホみたいな女とコンパしてね、チアをやされて、ァーって喜んでるようなもんちゃいますみたいなことを、まあ、俺はね、確かに言ったんですよ、ほんで、言ったっていうこともこれは信して、それはとんでもないことですよって、確かに、そうです、でもその経緯をね、言わさせてもらいますと、いや、だから、とんでもないことを言ってる、だから目には目を、歯には歯をっていう言葉はいけないと思いますよ。いやあの お医者さんが、僕としては、心筋梗塞なろうがならまいが、どっちでもいいですけどっていう言葉と、えー、あんたな、アホみたいな女とコンパしてね、ちゃうやされてるやろっていうコンパ、言ってる言葉が、これ、ね、言われたから言ったとか、そういうことではなしに、いや、この言葉は、あのー、全体から、 答えを言いますと、あかんやろっていう言葉。で、俺の言葉も全体から言ったら、それは言ったらダメですよ。でも、言ってしまうっていう、そこまでこう、ね、ちゃんと謝罪もなく何がみたいなこと言ったら、あなたはそういう人間性だったらって関連付けて、それは言葉にするのは良くないだろうけど、言う理由がある。な、じゃあ俺が、ね、聞いてください。私は、 あなたが心筋梗塞になろうが7枚がどっちでもいいですからっていうのってどこに理由があるのね理由ないやん。で、言われる筋合いがないやん。言ってる意味わかるかなだから、俺がそのね、青みたいな女っていう筋合いはあなたがそういうことを理解しないし、それに え何がですかみたいな態度を取るから、あなたはそういう人だったらっていう,いう理由があるやん。ね的確ではなかった私し言葉がいけない言葉なのかもわかるでも俺に、あなたが心筋梗塞になるから私としてはどっちでもいいですけどって言われる理由が俺はあるのって思ったの。だから俺は、昨日も配信したけど、その、ね、中に入ってきた、えー、ね、対応する方にも俺言ったけど、 僕あの先生と会って2回しか、今日で2回しか会ってないんですけど、なんか僕気に入らないことでも言ったんですかねとか。ねね例えばもう本当に極端に言った、なんか雰囲気がもう嫌いやねんとか、なんか理由があるんですかね俺は理由を聞きたい。で、俺言ったんですよ。わかりますうん。そうしたら、向こうは、いや、何もそんなないです。じゃあないんやったら、 なんでそんなことを言うのって思うわけね。だから、そこで、うーん、竹井さんもタレントとして、そういうところは、だなって、怒らずに帰って、そして、ね、なんかコメント書いてましたよね。後に、 皆さん、私は黙って帰りますが、皆さんどう見ますかという動画だったら視聴者の人もそれは先生が良くない、ひどいっていう感想になって、よくた井さんも我慢しましたね、と、うんなるでしょう。みたいなことを、まあ書いていただいてるんですけど、まあそれもすごくわかります。でもね、俺はね、あの、 申し訳ないけど、こういう自分がやってるこのチャンネルも、もう公に皆さんが見てる YouTube とかじゃテレビだと思ってやってます。その中でなんであえてこういうことを言うかって言ったら、例えばこれが、そういうことを言われて何にも言わずに黙って帰ってきて、そんでこの公の皆見るね、ことで、皆さんこんなこと言われてどう思いますかっていうのは、俺は素人がやることやと思うの。 っていうのは悪口やん、それ。そんなどう思いますかって言うんやったら、やっぱり俺は直接どう思いますか、あなたっていうことを本人にちゃんと言って、言ってから同じことを僕は公の皆さん見てることに言うという、このフェアなことをやってる。この人に何にも言わずに、あ、わかりました、言うて戻って、 きてきててて帰っさんの前でガンン先生どな思うっていうのは俺はまあ、古い人間かもわからんけど悪口やと思う。うん、であできけるって僕はそれなんであえてそうこれは言わないかんなって思ったのは、うん、例えば。 どないのちょっと先生の態度が悪いとか、パソコン見ながらずっと見ないとか、えー、態度が大変やとか、そんなことで、もう俺は怒るのもや、やめたし、もうそういうもんや、世の中は。でも、ね、いや、医者がやで、あなたが心筋梗塞なのがならないが、私たちはどっちでもいいことですけど、っていうのって、これはちょっと絶対に、 あなたなんで医者やってるのって思ったの俺。これは、んな、その先生もハッと思って、あ、それは失礼しましたって言った、言ったっていうことは、それは言ったらいけないことを言ったっていう自覚が、そこで生まれたんやと思うの。でも、それを、本当に、そうですね、そういうことを言ったらいかんことを私言ったよね。患者さんを傷つけたよねっていう気持ちの、ね、中が見えてきたら、 ね、ああ俺も、いや、もう分かっていただいたらってなるけ失礼しました。えー、それですね。って、何にも思ってない態度が延々続かれたら、俺、あなたねって、うん、誰も尊敬しないやんどうせもうね、青みたいな女とコンパしてって、そういう風に見えるよっていう、うん。が、そこで、でも正直な話ね、僕も本当にね、あのー、どういうんですか、こういうことを、 言うって、相手にも言うっていうことは、ある意味、やっぱり僕の中でも覚悟して言ってるんですよ。うん。タラント生命があかんようになっても、俺はこれは言う。間違ってない。で、えー、例えばそれを同活したりとか、ノぬゴぐとか言ったらこれは品位がないし、それをちゃんと伝えることは、それが、うん、何かに関して、うん、逆に悪い立場にされたとしても、 俺は、これは、いようと。ほんで、正直言って、あのー、僕は、その時に覚悟を持って言ってるから、で、ましてこう、お医者さんって言ったら、その人ね、まあ話聞いてたら、まあなんか勉強ばっかりして、なんか日を愛や、あの、ねえ、あのー、 なんか変序な感じのうん,なんか理屈ばっかり優さなちょっとね卑弱い感じの人をイメージしてるでしょいや、まあ、全然ちゃうそこいつなんか自衛隊でも出てんのかみたいなこっついガッチリしたやつででちょっと朝黒くてでまあ本当にになんかそんなイメージをなんかコンパとか言ってるんちゃうかでも頭はええんやろなでも喧嘩カしたこいつ強いやろなっていう感じの人ですよ俺その人に「ん?」ってもしも来たら それで、あ、いやちょっと待ってって、ね。だから、あのー、ごめんなさいね。今、うん、今俺喋ってる時自分の顔がちょっと怖くなってるの分かるわ。うん。だから、俺はそういう人に言ってるんですよ。もうひ弱いな、そんな人う,とび,っというびっくりしてしまうような人には、もう俺は言わんとこって。 うん。で、逆に言うたら、そういう子って言葉だけでそんな風に自分が気づかに言うてるのに、ほんで自分が言われたことに対してはすごく傷ついたりとか、なんかこう、フィルターの中屈折して変な捉え方するだろうと思って、俺は絶対もそういう人には言わんとこっと。でも見た目がガチッとして、ねえ、なんかこう、喧嘩でもやったらちょうどうな、そんな感じのやつだからこそ、俺、俺、あえて言ったんですよ。 うん。だから、言うっていうことは覚悟。それまでは我慢するし、その我慢の息ですよね。うん。だから、この人が書かれてる、えー、何でも些細なことって。まあ、これも、本当に言ったら、些細なことなんかもわからん。嫁はんにも、俺、このこと言ったら、それはね、それは者としては、そはでもな、って。そんなもんな、ええやん、もう、相手にせんとって。うん、そんな、人は言う人は言う人やねん、みたいな。 確かになと思ったけど、まあ俺も昨日ちょっと言わさせてもらったけど、今日でもこの人と会わないと思ったら俺は、ああ、スルースる。でも俺、この人担当の先生なのよ。また俺何回ずに一回来て、また見てもらうわけよ。でも、医者として言う言葉で私としてはどっちでもいいですけどっていう考えの人に見てもらうのって怖ない。うん。そんで、 緊急を装った時に、その人が手術をするわけよ。そう考えたら、俺は、いやいや、私としてはどっちでもいいですけどっていう考え方の人に身を委ねることはできないし、これを黙ってやるっていうのは、これは今解決しとかんとと思って言ったわけですよ。それを分かっていただきたいなと思うんですよ。でも 本当にあの、ボーズデスタンスさんが言う、すごく僕を応援してくださってる気持ちがすごくわかるし、武井さんも本当に、あのー、なんかね、芸人なんやから、面白いことを言う人があんまりこういうことをっていうのを、うん、逆に本当にそれはそうだなと。でも、あのー、一つね、他の意見でもありましたよ。こういうことを言ったら、あの、怒ったりしてたら、あの、芸能界で干されたりしますよ、みたいな。 ことを言ったりとかななんか、うん、なんかかねこれが俺なんか今の世の中なんかなみたいなを感じたのは今の世の中って芸人とかのテレビ出る人普通を求めてるんやなって決して悪いことだ普通って絶対大事なことあの俺らは緊張と緩和 緩和をできるのは緊張を知らないとできない。な、常識、非常識、非常識っていうのは笑いですよ。常識を知らないと非常識は語れないし、非常識で笑いを作れない。じゃあ、当たり前の普通は絶対に持って生きてるんですよ。でも、その全ての中身に普通を求めてるんやろなって。うん。 だから、うーん、そら、言葉としての暴力みたいなところに、僕らはこう、ね、すごくこう、ね、神一重のところで、えー、生きてることですよ、言うてることが、すごく相手を傷つけてしまったそれが笑いになるっていう、すごく微妙なところで、でもその、ね、ところでも、その、うーん、僕らは何かこう、 世の中に対して怒りとか矛盾とかそういうことにやっぱり正面切って相手に言ってそれが返してくる言葉がこうだったよとかだからみんなどう思うっていうべきことが俺らの役目やと僕は思ってるんですよ。うん。だからそこの中で基本常識としては普通は絶対に 大事だと思ってそこは自分の中で言えばもうちゃんとだからこそ今でこそ芸人ずっと続けられてるんですけどそんなやつじゃ,じゃないやつやったらねなんか犯罪起こしたりとかそんなやってるけど俺はやっぱり普通をでもそのね自分が芸人として思ってるところはやっぱりどっかにそこにそれは違うん違うかとか怒りであったり矛盾であったりとかねそんなところを自分の中でね感じたものを表現するのが それが僕たちの役目であったり、それが個性あるタレントかなと、俺は思うんですよ。だから、 えー、皆様の今の意見もすごく非常に大事なことやと思う。本当に、あのー、ね、コンプライアンスのこの時代に、えー、昭和のね、俺らがデビュー当時とか、デビューする前とか、コンプライアンスもクソもないみたいな時代の時にも、良き昭和の時代でもあったんですけど、逆にそれはあかんやろ、みたいな、周りの誰かが苦しんだ時代もあったし、そこをこう、ちょうどバランス取りながら、えー、僕らタレントとしてはやっていかないかんっていうのは、すごく 身に、えー、自分に言い聞かせながらあの生きております決して過去の人と自分では思ってないし今を生きようと思ってるし今を分かる自分の感覚でもあるしでもんーどうないんんかないやそれは人としてみたいなところは絶対に自分は持っとかなあかんなっていうところがあるところで今回は僕はあの言ったことに、えー、賛否の賛 の方もおられるし、賛否のピもおられるし、僕は両方の意見を、えー、皆さんお聞きして、あ、ここはこうだな、こうだなって、僕も成長していかないかなと思っておるわけなんですよ。うん。ね。でも本当になんか今のこの、うん、時代、どういうからあの、うん、世の中に求めてるものが、 すごくなんか、そこはもう蓋をしろとか、いいじゃないとか、で、そこにちょっとこういうことに、なんかこう、ね、集中して何かを拾い集めてバッシングするとか、で、そのバッシングすることに顔を出すわけでもなし、みたいなところで、で、テレビを出てる人にすごく普通を求めてたり、 するからすごくテレビ出てる人たちもなんか見ててすごく自分の気持ちと裏腹を表現してるところそれはもう演じない,いかんところえ視聴者の皆さんを不快に思わさないことえそれをあくまでもタレントとしては必要なことなんですけどなんかうんその僕らの役割とか テレビの中のメディアの中のこの箱の中がなんか魅力がなくなったんちゃうかなって思うんですよねうんなんかうん本当にこう外から箱を見てるみたいな感覚俺らは子どもの頃は外からその箱の中の大きな夢を抱いてたんですけど逆にもう今外からこの箱を見てはみ出してるもの、うん、出てますよ 箱から出たらダメですよみたいなような風になってしまってるような気がするんですよ、ねえー、だからまあ僕自身えー、ねえー、反省もしておりますし、えー、でもやっぱりこう人としてっていうところの僕もえー、ね傷つくことも あるんですよっていうところもそれを何も言わずにその人に言わずにこんな公のところで「あいあの人な」とかいう人にはなりたくないなと思っております。 ボ、えーズですさん、えー、お叱りのコメントどうもありがとうございました他の方もねお叱りのコメント心配してくださった方も本当にありがとうございます、えー、反省すべき点は反省して、えー、やっぱり自分の中でこう参考にしてやっていこうと思いますんで賛否の賛の方もこう一緒に共感してくれた方もありがとうございます本当にねあのこういう言葉で傷ついた方とかおられるのもいっぱい出るんですよ。 閉じ込めてしまってたっていう方もおられるんですよだから武井さんよう言ってくれたとかねそういう方もおられるし、えー、以上です